魔王なんかに負けないよね。ソルジャーさん強いもん。そこに登りたいよ。犬怖い。美味しい仕事だった。最近アバランチのせいでうちのじいちゃんが元気に。近頃ヤバいモンスターも多くなってる。クラウドなら心配ないと思うけど気をつけて。ああ、しかも簡単にな。やった、さすがクラウド。これでみんな安心して遊べる。ありがとう。はい、お礼の宝物絶対3ギル分はあると思うよ。遊ぶ時間はありませんよ。宿題をたっぷり用意しました。今日中にやっておくこといいですね。わかりました。ガマ王退治ありがとうございました。さすが先生、何でも知ってるね。そうありたいんですけど、なかなか。夢のため、仲間のため、困っている人のため、毎日夢中で走り回っている子供たち、
あの子たちがつまずいたり転んだりしないように見守ってあげたいんです。疲れそうだ。それはもう。でもみんながここを出ていくその日まで応援してるよ、見ているよ、愛してるよ。そういう気持ちを伝えたくて。本当なら家族からもらえたはずの愛情を他人の私から感じてもらうにはそれくらいしないとって思っています。すごい先輩の見よう見まねです。尊敬する先輩のスタイルを引き継いだというか。ううん、ビックス先輩に比べたら私なんか全然。いけない、私そろそろ出ないと。用事あるんだった。用事っていうか夢です。ありがとうございました。なんだろうね先生の夢。興味ないね。秘密基地を守ってくれてありがとう。お礼に特別にあれに参加できるよう話を通しておいたから、もう一度秘密基地に行ってみてよ。神羅の兵器に襲われたんだ。目玉みたいな形で5体はいた。奴ら裏通りの方へ行ったけど、こっちに来たら大事だ。だから腕の立つ奴はいないかと。引き受けよう。助けてくれるか。よかった。奴ら侵入者ありってわめきながら裏通りへ向かって行ったよ。くれぐれも気をつけてな。来たはいいけど。列車はまだ止まってたか。ウォールマーケットでありがねえって。あんたソルじゃん。すごかったな。爆破予告のおかげで異常を。モンスター警戒中だ。魔航路の燃え方ひどいな。スラムがあっちだから。お、シンラのスキンヘッドの人。特製ミートボール食べてからい。ミートボールはいかが。マルケの怒りだよ。甘さとスパイの甘辛ソースだよ。あまり前に出るな。ここまで。お疲れ様。ここは任せる。そういうわけには。
集中していく。やっ。やっ。刻む。頼んだ。私の出番。当たれ。燃え上がって。やっ。それ。俺が出る。連携しよう。頑張るね。やっ。やっ。それ。コリ取らんのか。神羅カンパニー関係者によりますと、おお、聞いたぞ。倒してくれたんだって。マコーロのロボットがスラムで迷子だなんて、やっぱり爆発が原因かね。奴らマコーロを警備しているつもりで俺を侵入者だと判断したのか。ああ、自分のしていることもわからないなんて哀れなもんだ。いや、神羅の末端なんてそんなもんか。機械も兵士も同じだ。そんなことは。はいはい、これで事件は解決。これからも何でも屋のクラウドをよろしくお願いします。あ、おう、なんか巻き込んで悪かったな。とにかくありがとう、助かったよ。あんたを見込んでもう一つ頼みたい。武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ。話を聞いてやってくれないか。私たち頼りにされてるね。ああ、楽しくなってきた。ああ、じゃあ顔と声に出して。何でもや客商売だよ。そこは任せる。いいけど、ずっとってわけにいかないから。それもそうだな。そうだよ、私の報酬高いから。おお、あんたか。何でもやって言うのは、実は女房の命日なんだが、墓参りに行けなくてね。墓地に厄介なモンスターが住み着いてしまったんだ。どうだろう、代理で墓参り頼めるだろうか。安くはないぞ。ありがとう。墓地は川の先だ。でも聞くところによると門が施錠されたらしい。モンスターのことを知らずに入る人がいないようにね。墓地の鍵ってモグ屋のとこで交換したよね。アバランスのマクオロバスは
されないわ。おかげで気持ちが若返るわ。えい！知ってる？ここ幽霊が出てる。知ってる？なんだもうちの店、ゲスだよかい？天気予報を送った。犯人逮捕はまだか。あっちのミートガルは、どんよりも嫌い。俺たちが戦わなきゃならんの。困ってる人を助け回ってる奴がいるらしいぞ。いろんな事件のせいで休んでたクラッシュボックス、やっと再開できたよ。クラウドのおかげだ。そうだ、町内会の前にいる冴えない顔したおっさんが何でも屋を探してるってよ。噂の何でも屋さんですか？ああ。自分は活力新聞の記者をしているデマンです。活力新聞、いつもスラムの悪口書いてるね。とんでもない誤解です。スラムの醜い現実を世に知らしめることで目指すべき未来を問いかけているのです。で、何でも屋さんにちょっとお願いがありまして。スラムエンジェルはご存知です？正体不明の怪盗スラムエンジェル、主に神羅カンパニーの関係者に予告状を出し、どんな警備もかいくぐって金品を盗み去る。有名だよ。盗んだもの貧しい人に配っちゃうの。スラムエンジェルはご機嫌取りが得意だから、スラムでは人気です。でも泥棒は犯罪です。秩序の敵です。私は奴の正体を暴きたいんです。ところが住民の口が固いのなんの。おまけに私、記者だとバレて誰も話してくれなくなりました。そこで何でも屋さんに取材をお願いしたいのです。プレートマネージャー、これがミッドガルに来たの。プレートもマコーロもミッドガルに必要なもの。こんにちは、ミレイユさん。久しぶりだね、エアリス。変わった男とつるんでるって聞いたよ。この人はミレイユさん。街のこと何でも知ってるの。こっちはクラウド、
元ソルジャーで、すごく強いの。これを使えそうだ。噂は聞いたよ。何でも屋で、ハウスの子供の憧れ。今は活力新聞の依頼で、スラムエンジェルを調べてるんだって？詳しいな。噂話が大好きでね。しかしあの下っ端シンラもしつこいね。あいつの依頼は関係ない。話を聞いて俺が興味を持った、それだけだ。おやおや、あんたもスラムエンジェルに見入られた口だね。ちょうどいい、新しい情報が入ったんだよ。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。あの記者と一緒にさ。記者と一緒に待ってな。悪いようにはしないから。俺がミッドに聞いたぞ。お、どうでした？ミレイユさん、わかる？最新の情報くれるって。ミレイユさん、あの情報通、自分もしつこく食い下がったんですが、はぐらかされてしまって。どうやって口を割らせたんです？なに、年寄りの気まぐれだ。気が変わらないうちに教えてください。新情報ってスラムエンジェルの目撃談ですか？それとも残した痕跡が？いいえ、やつらのアジトの情報さ。アジト、大スクープだ。場所はどこですか？裏道を進んだ先にある物見の高台。もう随分使われてない場所だ。物見の高台ですね。すぐに行ってみます。けど別の噂もある。近頃その高台にモンスターが住み着いたとか。かなり手強いやつらしい。それでも行くとは見上げた記者根性で。いや、軽率に踏み込むのは記者失格。裏付けを取って行動が記者の基本ですから。なら、うってつけがいるじゃないか。ねえ、なんでも屋さん、もうひと仕事頼みます。高台の様子を探ってください。話し相手になってくれるの。おかげで気持ちが若返るわ。